眼肉種は、上皮性癌と寛容性、結合組織肉種が混在した悪性腫瘍である。眼肉種は、皮膚、唾液腺、肺、食道、水臓、大腸、子宮、卵巣など、様々な臓器に発生する稀な腫瘍である。眼肉種の細胞起源については、主に疾患の病理学的性質に基づいて4つの主要な仮説が提案されている。第一に、 衝突腫瘍仮説である。これは、皮膚癌や氷材性悪性繊維性組織吸収が日焼けした皮膚を持つ患者によく見られるという観察に基づいて、二つの独立した腫瘍が衝突して単一の新生物になることを提案するものである。第二に、構成仮説である。これは、肝陽成分が上皮性悪性腫瘍に対する偽肉主性反応を示すことを提案するものである。 第3は、主要の上皮性成分と環境性成分の両方が、共通の多能性肝細胞から発生し、分岐して分化するという組み合わせ仮説。第4は、主要の肉腫性成分は、上皮性成分の化成性肉腫性転換成分で、あるという転換、分岐仮説である。これらの主要を発生させるメカニズムには、まだ不確実性が残っているが、最近の免疫組織化学的、 微細構造的、分子遺伝学的研究は、癌肉種におけるタンクローン性の概念を示唆し、指示している。加えて、癌肉種の上皮及び、関葉成分の両方に、同一の P53 及びクラス変異が同定されており、これは、主要の組織形成における早期の変化と、上皮成分から肉種成分への後期の変化、または、変成を示唆する所見である。 ありがとうございます。